こんにちは。今回はライトルームを触るのが初めての方向けに、ライトルームの基本的な操作内容をご紹介させていただきます。最初にライトルームにはライトルームとライトルームクラシックと2種類あります。主な違いは、ライトルームはデータの保存先がアドビのサーバーに保存するクラウドタイプに対して、ライトルームクラシックは自身のパソコンやハードディスクなどになります。どちらも同じような編集ができますが、ライトルームクラシックの方が機能が多いので、より細かい設定などができます。説明はライトルームの方が操作画面がシンプルで分かりやすいと思いますので、ライトルームでさせていただきます。まず露光量ですが、名前の通り明るさ暗さを調整することができます。画面の右上にあるヒストグラムを見ていただくと分かりやすいと思いますので、ヒストグラムの変化と比べながらご説明いたします。ヒストグラムの見方ですが、縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表しています。ヒストグラムの山は、写真に明るい成分が多いほど右側が高く、暗い成分が多いほど左側が高くなります。なので、露光量を明るくすれば山は右に寄り、暗くすると左に寄ります。山が右側にくっついていると、明るい部分の階調が失われて白い色になっている白飛びの状態で、左側にくっついていると真っ黒の黒つぶれの状態を表しています。次のコントラストは写真のメリハリを調整します。コントラストを強くするとヒストグラムの山は両端に広がります。これは明るい部分から暗い部分まで幅広い状態のデータということになります。反対にコントラストを弱くするとヒストグラムの山は中央にあります。明るい部分と暗い部分の差が少なくなるため、メリハリが弱い写真になります。次のハイライトは写真の明るい部分を調整します。シャドウは写真の暗い部分を調整します。白レベルは明るい部分の中の最も明るい部分を調整します。黒レベルは暗い部分の中の最も暗い部分を調整します。ホワイトバランスは色温度や色かぶりを補正する機能になります。撮影時にカメラで設定もできますが、ライトルームで調整することもできます。調整することによって実際に見た色に補正することや、好みの色合いに調整することができます。自然なサイドは鮮やかさが不足している色を調整します。なので数値を上げると、あまり目立っていない色と目立っている色のメリハリがなくなります。サイドは全体の色に対して同じように鮮やかさを調整します。ライトルームでは色を個別に指定して色相、サイド、輝度を調整することができます。色相は赤、黄色、青のような色のことを指します。なので数値を変更すると色合いが変化します。サイドとは色の鮮やかさの度合いです。サイドが高ければ高いほどビビッドで鮮やかな色味になり、サイドが低ければ低いほど無彩色に近づきます。輝度とは色の明るさ度合いです。輝度が高いと白に近づき、明るく柔らかな印象になります。輝度が低いと暗い色になり、コントラストが高くなって見え方がはっきりします。
明瞭度は写真の中に写っているものの輪郭のコントラストを調整します。霞除去は写真の中に写っているものの輪郭の中のコントラストを調整します。テクスチャは輪郭と輪郭の中両方のコントラストを調整します。以上、ライトルームの基本的な操作内容のご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございました。